オーストラリアメルボルンの戦争記念館カナダオタワの国立戦争記念碑中華人民共和国の人民英雄記念碑ドイツの第一次世界大戦記念東インドのインド門日本の靖国神社ニュージーランドのオークランド戦争記念博物館と正面の記念碑ポーランドのワルシャワ法規英雄像イギリスロンドンホワイトホールの記念碑アメリカ合衆国 カンザスシティの第一次世界大戦解放記念、当戦争記念施設とは、戦争の記念や戦勝の祝福、あるいは戦死者や戦災者を称賛、追悼、慰霊するためのモニュメントである。慰霊碑、慰霊塔、中婚碑、中霊塔、記念館、銅像などを含む。また、無名戦士の墓などの共同墓地や、戦争博物館などを兼ねたり併設するものもある。 第一次世界大戦では、多数の国で従来にない破壊と人命損失が発生した。そのため各国では、多くの都市ではモニュメントが建てられ、より小規模な町や地方ではその地方出身の戦死者の名前の一覧が記された。ベルギーのメニンゲートやフランスのティープバルメモリアルなどは、身元が識別できない数千名の死者を記念する巨大なモニュメントである。 第二次世界大戦の死者は第一次世界大戦のメモリアルを拡充して追加した例も多い。また朝鮮戦争やベトナム戦争などのメモリアルも存在する。ありがとうございます。